こんにちは、友達。あなたにとって新しい一般的なニュースをチェックしてください。チャンネルに登録します。のいいねを与えてください。六本木クラス。平手ゆりな、六本木クラス会見で表現に対して意欲、自分にできることは何でもやる。平手ゆりなが、 本日6月29日に東京テレビ朝日本社で行われたドラマ、六本木クラスの制作発表記者会見に登壇した。六本木クラスは韓国ドラマ、なしたイインクラスの原作漫画を日本の設定に置き換えて本案した日韓共同プロジェクト作品。絶望の淵に立たされた男、グーブシンが復讐を誓い、金と権力を振りかざす巨大外食産業、 長屋ホールディングス、に仲間と共に立ち向かっていく様が描かれる。竹内龍馬が新役、荒木優子が真の同級生かつ初恋相手で、長屋ホールディングスに勤める楠木優香役、香川照之が長屋ホールディングスの会長、長屋も役を担当。平手は新たに恋心を抱きながら、真が営む居酒屋、二代目宮で。 大きく成長させていくマネージャー、浅宮葵を演じる。会見にはキャストの平手、竹内、荒木、香川、原作者の著番人が参加。まずはキャストの4人が、アレクサンドロスが提供したドラマの主題歌、デイビーズオーライトをバックに登場した。MC から六本木ロケならではの撮影エピソードを聞かれると、 荒木は一番印象に残っているのは新、青いと三人で走るシーンです、と10回。平手も私も同じですね、と同調する。それを聞いた香川が平手さんの年代にとって六本木ってどんな街なんですか、と質問すると、平手が六本木に来ること自体があまりないんです。渋谷とかとはまた違って大人っぽくて。 おしゃれで高級感がある街かなという印象を持っていましたと話す。香川はさらに新宿とか行くんですか池袋はとやつぎ早に質問。平手が行かないです。と静かに言うと、新宿、池袋、六本木、渋谷で順位付けてもらっていいですかと畳みかけ、平手さんあまりおしゃべりにならないから転がしてエンジン温めないと。 と述べて笑いを誘った。記者から、このドラマのテーマは信念。ご自身の信念はと質問が飛ぶと、平手は表現するものがあれば、それに対して自分にできることは何でもやるという考えがあります。と答えた。ここで原作者のガン,ンが登壇。平手を葵役に推薦した理由を、ヒビヒビキという映画を見たとき。 平手さんが演じていた役が、ナシ隊員クラスのチョイソと似ていたので、青い役に合うんじゃないかと思ったんです、と説明した。六本木クラスは7月7日よりテレビ朝日系で毎週木曜21時からオンエア。毎週の地上波放送終了後にテラサで配信される。